もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、すごい試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。こちらがホームチームの先発メンバーです。福西さん、442のフォーメーションでしょうか。はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。アウェーチームの先発です。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。いよいよキックオフですね。ええ、サポーターと一緒に試合を楽しみましょう。試合が始まりました。いい位置です。いいクロスだ。マイナスのボール、どこから攻めてくるのか。ディフェンスが冷静に対応。アタッキングサードに入ってきた。このチャンスを生かせない。相手のポゼッションに変わります。ここはサイドに持ち出すでしょうか。何かしてきそうですが、シュートが決まるか。相手に当たりコーナーキックが与えられます。さあボールを蹴った。これはあるか。外に出てゴールキックです。サイドから攻め上がっていきます。前にスペースがありますね。チャンスにつながりそうでしたが、ディフェンスに阻まれました。攻撃は失敗です。ディフェンダーがここで食い止める。ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。
パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。鈴木、これはナイスインターセプト、うまく読んでいました。着実なビルドアップからチャンスを狙います。サイドをえぐって中を見る、これは見事なインターセプト。すぐにボールを戻しました。マークを振り切った、クロスはマイナス、決まった、ゴールだ、ゴールが決まった、リードを奪いました。さあ映像が来ました。このマイナスの折り返しが素晴らしかったです。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。奥野博明、ゴール前に入ってきました。セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ここから狙うのか。このピンチをタックルで防ぎました。リードを広げます。うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。奥野博明、タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。ボールを運びゴールに襲いかかります。折り返せるか。しっかりとしたディフェンスです。何をしてくるのか。攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。鈴木、奥野博明、さあ一気に仕掛けるか。カウンターへの対応が遅れているようです。ボールを失いました。いいカウンターだったんですが、攻撃はここまでです。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。仕掛けてくるのか。ボールを奪い返しました。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。実況していてもこの選手の活躍が目立ちましたが、
こう見ると素晴らしいですね。攻撃に積極的になっていますね。ゴールを決めても貪欲にさらに得点を奪おうという意識が感じられます。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。このパスはダメでした。通りません。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスが冷静に対応。ここで取られるわけにはいきませんが、カットしました。いいボールが上がった。金森武史、判定はコーナーです。ではゴールシーンです。ボックス内からのシュート、左端に決まっています。エリア内へ向かうか。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。ピンチを出します。見事なコントロールです。松田陸、奥野博明、いい位置です。ここでボールをダッシュ。今のはいいタックルでした。中を確認したい。ゴールを狙う。このゴールは追撃への大きな一撃になることでしょう。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙を伺っていましたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。奈良辰樹、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。タックルでボールを取り返しました。ボールを回してチャンスを伺います。ラインを割ってスローインです。どうやらベンチに動きがあるようです。さあどうだ。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。為田博隆、鈴木、ボールを運びゴールに襲いかかります。セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いい攻めでしたが、ここでディフェンスに阻止されました。
仕掛けてくるのか。ディフェンスが奪い返します。相手に渡したかのようなパス、これはいけません。どこに入れてくるんでしょうか。ここでパスをカット、いいところに出た。ゴール。さらに相手を突き放します。これで2点差。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポスト側のコースは潰しておきたかったですね。松田陸、ボールポゼッションは相手チームです。アウェーチームがボールをキープする時間が多くなっています。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。ここは一気に攻め込んでいくのか。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。激しくぶつかっています。自陣内で相手のマークにあっています。1対1のチャンス、入った。ゴール。これで1点差です。終盤を迎えてもまだまだ試合の行方は分かりません。この失点はやっちゃいましたね。あそこでボールを持ちすぎたことがそもそもの原因でしょう。相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。いいボールが上がった。ボールを運んでいます。シュートチャンスだ。このゴールでハットトリック達成です。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。松田陸、奥の広明、狙える位置です。いいクロスだ。マイナスのボール。ここから狙うのか。ブロックしたもののこれはまだありそうだ。シュートだ。入った。ゴール。これで点差は1点。試合終盤ですが、勝負はまだ分からなくなりました。リプレイです。ボールを丁寧に回してチャンスを伺っていましたね。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。
アディショナルタイムに3分加えられます。見事なテクニックです。いいタックルです。ボールがこぼれている。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。サイドをえぐって中を見る。マイナスのクロスです。タックルで相手のチャンスを潰しました。試合終了です。セレッソ大阪が敗北を喫しました。一瞬の気の緩みがこういう結果を招いたのかもしれません。勝ち越そうとして前がかりになっていたのも災いしました。この反省を次節に生かしてほしいですね。